バスケットボールニュージーランド代表は男子バスケットボールのニュージーランドナショナルチームである。ラグビー代表の愛称であるオールブラックスと同じようにニュージーランド国民に親しまれるようにトールブラックスと付けられた。バーガーキングがスポンサーになっているためバーガーキングトールブラックスと呼ばれる。2000年に行われたシドニーオリンピックに出場したが、 プレイオフでアンゴラを相手に1勝を挙げるのがやっとで、あり、1勝5敗、11位に終わった。2001年、トールブラックスは、オーストラリアと、翌2002年に、インディアナポリス市で行われるフィバ世界選手権への、出場権をかけて、先に2勝した方が、出場権を得るという条件で国際試合を行った。チームはこれを勝ち抜き、出場権を獲得した。 大会でプエルトリコを破って、準決勝に進出したが、ユーゴスラビアとドイツに敗北し、4位となった。トールブラックスのキャプテンを務めたペロキャメロンは大会に参加した、唯一の非 NBA 出身者であった。トールブラックスは2004年に行われたアテネオリンピックにも参加したが、再び1勝5敗で終わり、オーストラリアにプレーオフで敗れ、9位となった。大会7日目に、 セルビア・モンテネグロ代表を90対87で破ったのが大会唯一の勝利であった。2006年世界選手権にも出場したが、グループゲームラウンドではスペイン、ドイツ、アンゴラに3連敗を起きし、負けると敗退の崖っぷちで日本戦を迎えた。この試合でも第2級終了時18点差をつけられていた。しかし、後半で一気に攻勢に転じ、 第4球残り1分24秒に、キャメロンが、この球4本目となる、スリーポイントを決め57対57の同点に、追いつき、残り31秒で、カーク・ペニーが勝ち越しスリーポイントを叩き込み、60対57の大逆転勝利を挙げた。そして最終戦のパナマにも勝利し、ファイナルラウンドに進む奇跡を演じた。しかし1回戦で、アルゼンチンに敗れ16位に終わる。 ニュージーランド出身の NBA 選手で最も有名な選手は NBA5 年目でサイアントニオスパーズに所属しているフォワードのショーン・マークスである。ありがとうございます。